こんばんは、ヒューヤです。では、ジュラシック・ワールド・エボリューションやっていきましょうか。さて、お気づきというか説明はいらないと思うんですけども、要はこのあれ、ジュラシック・ワールド、恐竜ジュラシックパークを作っていくゲームですね。インベントリー容量。ニュー。恐竜の世話をしてあげて。彼女たちの健康状態は極めて重要よ。電力は足んない。消費電力12。どうしよう。ケーブルなし？つながなきゃダメなのね。電力。あれ？違うの？ケーブルなしってどういうこと？ケーブル。何をつなぐんだ？これでいいのかな。それは OK、 それは OK。 変電所も OK でしょ。鉄塔で鉄塔。ケーブルどうやってつなげるの？待って。発電所でしょ？そこの、後ろの、これに鉄塔をつなげればいいのかな？おそらく。直接つなげられる？お、つながった。割と無理やりな気もするけど。で、フィーダー、餌やり施設ってことでしょ？これどこにやればいいの？高所用肉食獣フィーダー、生き餌フィーダー。
とりあえず装飾生き餌でも装飾獣だよな。交渉用はとりあえずいらないか。とりあえずこれをこの辺に。そうすると、あなたが手がけておられたこと非常に興味を持って観察してきました。この任務にあたってドゥアー博士は私と情報を共有するべきだったにもかかわらず、あなたに助力を求めましたね。少し失望しました。後ほど彼女と話し合うことにします。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。もう少しこっちに来てもよかったのかな。ちょっと待って、あの辺の方が見やすいね。ちょっと待って、場所変えるよ。私たちと同じように恐竜たちもそれぞれ違う食生活を送っています。正しいタイプのフィーダーを囲いに入れましょう。実は私も肉が大好きなんですよ。はいはい、レンジャーチームが定期的に補充する必要があります。これをさ、移動させたい。チャンスが巡ってきたわ。はい。オッケーオッケー。とりあえずオッケー。とりあえず待って。これは移動できないの？稼働中だから無理。そっか、もう少しこの辺の方がいい感じがするよね。ここだとちょっとこれを移動する、これは移動できる、それも無理？移動とかそういったことはできない？解体していい？か、解体も無理？あ、できるか。もう少し真ん中らへん、この辺、この辺。こっちの方が、うん、グッジョブ。いいんじゃない？これでいいんじゃない？で、ミッション。あ、お客さんがいっぱい来てる。いつの間にか。いつの間に。ちょっと待って、お客さんに、研究センター、ちょっと待って、研究センター。かっこいい？あー、電気式フェンスね。調査マップ。
エンターテインメントの契約ってなんだ。これはエンターテインメントじゃない。恐竜評価を上げる。あれ？研究結果。あ、これができたってこと？そっかそっかそっか。はあ、とりあえず何だっけ、これか。これか。で、遺伝子研究。お、来た。トリケラ、DNA はありません。売る。トリケラ研究でしょう。もうここだけでもいい気がするんだけどな、トリケラ。エドモントサウルス調査開始。あ、そう、稼働可能なレンジャー基地を建設する。どこに？レンジャー施設ってなんだ？どこに建設するの？こういうとこでいいの？ここでいいのかな？ちょっと鉄塔を引っ張ってこようか。時間があれば私がこの契約を結ぶんだけど、そんな時間はないの。でも、はあ、あなただったら。締結。この機会を逃せないように。で、
化石。お帰りなさい。調査は成功したみたいね。 DNA の跡じゃって皮膚の跡。ロジウム抽出。間違えた。調査マップを見る。より多くの調査センターが必要。あ、調査センターいくつも作るべきなのね。なんかお金がない。とりあえずですね、ホテル欲しいな。ギフトショップ、ファストフード、まあ、とりあえずね、ギフトショップと先にギフトショップかな。出口こっちか。こうか。ん？ほい。で、ファストフード。どうせ電力はないって言われるんでしょ。鉄塔、ここに変電所、こうでしょ。どう？なになになに、何あのアラートは？何のアラート？え、何のアラート？わかんないな。ゲストがエンターテインメントを欲しがる場所。あ、道が必要なのね。道。そういうことか。
これでいいのね。変な道作っちゃったんだけど。1分あたりの利益。22,000ドル。ビジターセンターの利益はない。どういうこと？新しいオファーに目を通してほしい。はい。51以上の攻撃特性を持ったトリケラトプスを遺伝子組み換えして放つ。トリケラトプスに攻撃性を持たせるの？アクティブ。そういうこと。どうやって攻撃力を上げる？あ、これか。生命力下げるけど、ああ。こういうこと？とりあえずは 70% のゲノム。お金が全然ないけど、いける？お金なくない？お金大丈夫か？ACU センターの ACU 装填スピード、どこ？ん？あ、ブティック。
な。これをやると、12なんとか中、これか。え、どこだ？これか。これか。お金が全然ない。売却と。恐竜バーガー、恐竜バーガーセットにしようかな。え、どれがどれが、それどうやって直すの？ちょっと待って、どうやって直すの？これ？なんだと？病気にかかった恐竜がいるならさっさと治療するべきだ。はい。さもないと次に治療が必要になるのはあんただよ。どうやんの？え、どうやんの？どうやんの？ちょっと待って。どうやって治療するの？え、ちょっと待って、ヘルプヘルプ。
レンジャーチームとかに頼む場合、それはオッケー、それはオッケー。ちょい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 。俺ちょっと待って。ヘルプ。島の管理じゃない。動物を管理するのも、ビジターのために安全な環境を作ることも大切だわ。はい、で、病気はどうやって治すんですか？教えて教えて、ちょっと。コントロールじゃない。え、どうやって直すの？投薬、あ、レンジャー基地だね、やっぱり。はい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 、レンジャー基地。お、タスクを追加。はい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 。投薬。健康を損ねた恐竜は危険な行為に走る恐れがある。施設のリスク要因を増やしているぞ。了解。待って待って、いいのかこれで。で、起きた、来た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 。で、お、ナイスショット、ナイスショット。失敗？頑張れ、ちょっと頑張ってよ。すべての恐竜は健康状態にあります。ほう、フィーダーに補給いる。待って、フィーダーの状態がわからん。在庫大丈夫か。基地期間中勝手に帰るのね、ご苦労。うん、でちゃんと利益上がってんのかな。恐竜バーガーセット、あれいまいち。弁当箱は良くないんじゃないかな。夜間ゴーグル、そっか、違うな。そしたら、これ何？はあ、
ほど。あ、これ。で、覚えたらタス、あのやつをアンロックっていうかすればいいんだね。やばい、コストが、どうしよっかな。お、行った、よし頑張って。エドモントサウルス。いけるかな。あ、高すぎる。お金が足りない。なるほどね。なるほどね。ってことはしばらくこうやって待たなきゃいけないわけですね。まあまあまあ利益上がってるからとりあえずしばらくあれかな。何、科学目標って恐竜の評価27、いいじゃない。売却価格、何、科学目標ってだからよくわかんねえな。まあいいや。では、今回ここまでしましょうか。ご視聴ありがとうございました。ひゆえでした。バイバイ。